公益財団法人大原記念倉敷、中央医療機構倉敷中央病院は、岡山県倉敷市三輪にある、公益法人の病院。発行する文書で使用する略称は、倉中もしくは、KCH。倉敷中央病院は、岡山県倉敷市の民間総合病院。市民の間では、通称として、中央や倉中が用いられることがある。 岡山県西部の中核的な医療機関であり、地域がん診療連携拠点病院、救命救急センター及び、総合集産規模子医療センター設置病院、地域医療支援病院、岡山県災害拠点病院、エイズ治療拠点病院、医師の卒後臨床研修指定病院でもある。高度医療を担う、急性期機関病院を標榜していることにより、夜間は、 直線距離で5 0トルほど遠く離れた真庭市や津山市など岡山県北部からの患者が救急搬送されることも少なくない。また倉敷市中心部に公立病院はなく私立病院的な役割も担っている。設立当時から残る建物。現在も職員の子息、子女向け保育園として一部を活用。創立者は当時、 倉敷し希社長で大原美術館なども設立した大原孫三郎である。彼は石井十字の岡山古寺院に運営資金を提供するなど社会問題の改善に尽力しており、病院設立もその一環であったと思われる。設立時の建物は患者が安心して治療に専念できるように、それまでの病院の冷たいイメージを排除するため様々な工夫がなされていた。 その一つに病棟に赤レンガと赤い屋根を取り入れたデザインを採用、患者や外来者が自由に利用できる温室や結核病棟の横には噴水のある中庭などもあった。二階建ての病棟には患者の負担を減らすために倉敷市内では初めてのエレベーターが導入された。新しい医療技術の研究、導入にも積極的でユニークだったものとして、 全速灯がある。これは上空の正常な空気を取り入れ、全速など気管支疾患の患者に供給するための鉄灯であった。その後、1973年から始まった全面的な増改築により多くの病棟が近代的な建物に変わっていき、全速灯は水島コンビナートによる光化学スモッグのため、鉄灯程度の高度では正常な空気とは言えなくなり、 撤去されてしまった。一方、病棟の外観は、急病棟に合わせ赤い屋根に統一し、外来棟と臨床検査棟の間に設立当時のものを再現した温室が作られ、外来患者の憩いの場となっている。開業当時のエレベーターは、若干の改造と塗装をした後、2002年に増築された外来棟の電話ボックスとして利用されているなど、王子の面影も残されている。 大原孫三郎が病院設立に先立って当時の京都大学総長で岡山の第三高等中学校医学部へ赴任したこともあった荒木虎三郎と基本方針を検討その後荒木によって京大医学部から多くの人材が派遣されたそれ以来京大医学部とは密接な関係が続いており現在でも京大出身の医師が多く小笠原名誉院長や 後日の密道医師も兄弟出身である。病院の実績を評価する基準に手術件数があるが、多くの手術分野で中止国ではトップクラスにある。特に密道和明が新家庭テル治療の分野では有名で、1982年から19000例以上の実績がある。以前、台湾で密道の治療を受けた李登器元総統が再度診察を受けるために、 2001年4月、倉敷を訪れたことが全国ニュースで報じられ、話題となった。倉敷中央看護専門学校倉敷、リバーサイド病院。ありがとうございます。